のもね、18ボルトまでやっちゃいけないやつとか普通じゃん。うん、これはまあいけるんだ。いけるし、うん、どこまでもいける。結構どこまでもいける。うん、ちょっと一回それで下げるよ。下げてみましょうか。じゃあ9ボルトだ。うん。6ボルト。急に下げすぎたかな。ちょっとやってみるか。ちっちゃい音が。でもちょっとこれはこれで面白いね。ここで発見した。さ、下げるはちょっと俺もないっしょって思ったから。そうか、下げてこっちボルト下げてこっちボリューム上げるっていう。全然かっこいいっていうか。うん。ファズ。もうなんか何。ああ、なるほど。ちょっと3ボルトいってみようか。3ボルト。3ボルト。ボルト。なんかあのフリーのベースのあのですね、はい、真似しないように、要するに9ボルトまでしか使っちゃいけないよってやつに12とか15とか18とかダメよってことね。そう壊れる可能性、煙とか出るかあるある、余裕である。昔さ CD ラジカセとかさ雷の日に光ったりすることなかった？え、ラジカセか。そう、なんかあのコンセント繋がっといて、ね、多分雷がなんか電柱がなんか落ちてるのか分かんないけど、なんかあのラジカセがピカッと光ったことがあって、俺壊れてなかったの。そう、使えたけど、えっってたまにほらパソコンとか昔さ抜けって言われてたじゃん、カメラの人とか、ね、この隙間とかから光が漏れる感じあるじゃん。あーシャーみたいな、ああいう感じになって、やばいね、すげえ映画みたいとか思ったんだけど。まあやめてください、やめてくださいってことですね。無理はしないで、無理はさせないでエフェクターにってことですね、はい、もっと上げます。上げられるんですか？ 28 ボルトぐらいまでいけるんで。それ、これ大丈夫 ?28。大丈夫です。いきなりパッて光るかもしれない。ピシャーって。28行ってみよう、ちょっといきなり。いきなり。いきなり行ってみようよ。じゃあまず9ボルトをもう一回。どう？はい。それを、約3倍。太陽圏3倍ですよ。いきますよ。28ボルト。28ボルト。ねえ、光り方が違う。太陽圏3倍。めちゃめちゃ光ってるよ。太陽圏も赤いしね。ピッキングのやつはめっちゃ出るのよ。まあだから、はい、電圧上げてもゴールデンバル使えるし、うん、音量も上がるけどすげえピッキングのやつが出てくる感じになると、うん、お客様のこの質問から新しいゴールデンバルの遊び方が見えてきたっていう、すごいいい話だよね。ことですよね。意外に6ボルトとか面白かったね。いや6ボルト俺結構好きだったぜひちょっとゴールデンバルブ持ってる方はですね、うん、ちょっとやってみてほしい。やってみてください。あの電圧ゴールデンバルブは上げても大丈夫です、うん、大丈夫です。他のエフェクターはちゃんと見てください、はい、いいかどうかを。これはこいつは大丈夫なので、大丈夫です。持ってる人は遊んでください。はい、小山ファンクでした。